Fjorun. Shuruk. Fjorun. Shikkari shiro yo, Shuruk! こんなところでぐずぐず立ち止まってる場合か。どんな理由があるのかは分からんけど、あれは間違いなくフィオルンだった。失われてなかったんだ、命は。なら取り戻そうぜ、フィオルンを。取り戻す。そうだ、そのために僕たちはここまで来たんだ。そうさ、行こうぜ。 フィオルンを追って鬼神界へ。あそこを抜ければもう大剣の渓谷だ。鬼神兵たちが飛び去った方角にはガラハド要塞がある。おそらくフィオルンもそこに行くかい。シルク、行くとも。フィオルンを取り戻すために。 なんだあれ。大きな剣刺さってるもん。痛そうだもん。鬼神の大剣だ。この下に広がっている渓谷、これが全て剣なのね。でもどこか不自然だ。何か気になるのか。 ほら、あの光の流れ。あれ、エーテルの光じゃないかな。まるで何かに吸い寄せられてるみたいだ。この先にはガラハド要塞があるはずだろう。父上から聞いたことがある。鬼神は巨神のエーテルを吸い取り糧としているのだとか。鬼神がエーテルを糧としているね。 この距離であの大きさか。かなり巨大な要塞だな。
Galahad Yosai, Kishin Kai no Zensen Kichida. Kyoshin Kai o osotte kuru Kishin Hei wa mina asoko kara yatte kuru no daro. Nara, Fiorun o tsure satta, ano ougon no Kishin Hei. Aitsu mo asoko ni iru kanousei ga takai. Kono saki wa Iyoyo Kishin Hei no kyoten ni norikomu koto ni naru. Moshi, konna abunai koto ni tsukiaenai tte hito ga itara. Shuruku, nakama hazure wa dame da mo. Oite kebori wa dame da mo. Riki, kowai kedo, oite kareta kunai mo. Riki. So iu koto da. Sa, iko. Hai.補給部隊。ここから先何の準備もせずに進むのは得策じゃないからね。君が呼んでくれたのか。おい、ありゃ。ディクソンさん。随分とご活躍だそうじゃないか。 あの顔つきを切り刻んでやったって。どうしてお前が。先日連合軍だかなんだかぶち上げるっていう知らせがあってな。まず俺がホムスの代表として上がったってわけよ。そしたらお前らが体験の要塞に向かったっていうじゃないか。すわ、会いに来たってすんぽさ。 最新の装備もたっぷり積んできた。必要だろ。ふう、そろそろ新しいやつが欲しかったんだ。おっと、ライン、お代はきっちりいただくからな。この主戦止め。お。
よう。ピオルン？そいつはダンバンの？うん。なるほど。お前らの暗い顔の理由が分かったぜ。しかし顔つき鬼神兵の中にホムスがね、俺たちを食うだけじゃなかったんだな。ムムカも顔つきとなっていた。コロニー9を襲ったのはあいつだ。おお、あいつてっきりあの戦いで死んだと思ってたんだがね。驚かないのか。コロニー9を襲ったのがか。鬼神兵どもの理由はわからねえが、あれは元からそういうやつだろ。別におかしかねえ。そうか、ムムカもか。ふん、面白いじゃねえかよ。え？なんでもねえよ。それじゃあ僕たちはここで戻るよ。できればこの先も力を貸したいけど、ホムスたちとの連合軍編成の件や予言官としての職務もあるからね。そういうこった。まあお前たちなら無事フィオルンを取り戻せるだろう。その間俺らは戦の準備でもしてるぜ。ここまでありがとう。大丈夫、僕らだけでやってみせるさ。ガラハド要塞は鬼神兵どもの要衝だ。くれぐれも真正面からぶつかるような真似するんじゃねえぜ。ああ、エーテルの流入口を狙うつもりだ。エーテルエネルギーを奴らが糧としているってんなら、要塞にだってそいつが流れ込む場所があるはずだからな。そこを目指すさ。死ぬんじゃねえぞ、シュルク。はい、ディクソンさんも気をつけて。おう。行ってしまったな。よし、目指すは大剣の妻、ガラハド要塞だ。はい。あれから一年か。今度こそ俺たちの未来掴んでみせるぜ。なあシュル君。以外にモナドを使える者が現れるとは。だがなぜザンザはモナドを解放した。モロハの刃となることは奴にも分かっているはず。それもあんな子供に。そして私の制御を離れて勝手な行動を取るフェイス。モナドが解放された今となってはフェイスの役割もここまでか。いや、あのモナド使いと戦わせることで何かがわかるかもしれんな。
先陣を切る。みんな頑張ろう。みんな生きて帰るわよ。この調子で突っ走りましょう。今だ。
できた。鉄鋼弾シルク任せて。アルナ次だよ。決めるわ。終わらせない。おう入る。いい動きだったぞ。やった。どうだ鉄鋼弾。ようやく足並みが揃ってきたな。ガンバン。どうだスリットエッジ。そこバックスラッシュ。はっそこはっ大銀砲却。さすがは英雄ダンバンね。ダンバンさんすごい。悪くない戦いだった。気を抜かずに進みましょう。やったね。俺が先陣を切る。みんな頑張ろう。調子で突っ走りましょう。通りゃ。
俺が先陣を切る。覚悟はできてる。行きたいとも逃しはしないわ。今なら、やれそうだ。はい、全てのギャッと、やっすら先陣どうだ。敵の鉄鋼だ。バックハッシュ。やったシルク、すごいわ。血が足りるな。やってやるさ。みんなの力を一つに。それでいい。シルク、いや今ならやれそうだ。そこチェッ、バッター。シルク当たるか。ダンバーさん、続けて。俺が抑える。疾風陣、どうだ。結構だが騒いでいた。疾風陣、任せて。あるな、次だよ。決めるわ。オーケー、完璧よ。共にかける戦場、悪くない。オーケー、ようやく足並みが揃ってきた。今頃気づいたのかしら、ダンバン。もう力が出ないよ。せい、サンダーバルト。まだ休む時ではないぞ。どこからだぞ。今なら、やりそうだ。そうだな、戦いはこれからだ。メタルクレスト、電気を出すんだ。ああ、まだバックスラッシュ。この程度の気がついか。エッジだ。サンダーバルト。天地剣、セット。どうだ、敵の鉄鋼だ。あの様子が熱くなってきたわね。バトルソー、心が騒いできた。どうだ、ストリー、そこ。みんなの気持ちが伝わってきたよ。そのイメージを忘れるなよ、シルク。どうだ、これからだよね。行くわよ。カルナ、いい腕だ。カルナ、いい狙いだよ。ふん、この辺りは余裕か。やったね。気を抜かずに進みましょう。ダンバン、いや、心が疾風陣、騒いできた。そこ、
のレベルの敵に遅れは取るまい。この調子で行こう。この調子で突っ走りましょう。相手だけど。やってやるさ。みんな生きて帰るわよ。手加減はせん。今だ。と。いや。モナドの力よ。スリープパレット。えい。そこ。このジョコ。ここだ。切り裂け。レイザー。エアスラッシュ。うちより溢れてくる。攻撃を集中させて。ああ、分かった。そうけ。いや。切り裂け、レイザービーム。スリットエッジ。やっとチームらしくなってきたわね。強いことだな、カルナ。うわ。気が熱くなってきたわね。どうかしら。カルナ。すごい。私も続こう。始めるよ。バックスラッシュ。待たせたよ、メリア。心得た。頼むぞ。オッケー、ナイス、やった。サマーウィンド、だんだん乗ってきたよ。その調子を強く。オッケー、はっ、今ならやれそうだ。いっけー、だんだん乗ってきたよ。その調子を強く貫け。バースケルボルト、いや、僕らの強さ見せてやろう。いけない、メリア。うん、なるほどな。マインドブラスト。いや、これなら、これからだ。来た。うわ、サモリンで。いや、熱くなってきた。いけー。
力だね。ガルダバックスラッシュスイートエッジバーチカルゴルド。背中の未来亡き者にする。みんなすごいや。みんなやるじゃない。そなたたちの力本物だな。始まりよ。こいつは俺が抑える。みんな頑張ろう。食らいなさい。イカズチの魔眼疾風鬼にアスラー。今だ。トーミナーが心配する。助かる。中心が熱くなってきた。チェット。そこ風を切り裂け。止まれ。大人中心が溶けそうに熱いわ。疾風鬼クールダウンが必要ね。今だ。ヘッドスナイプ。サンダーバレット。この程度の傷だ。次は持っといたいわよ。いけそうね。ヘッドセンター。みんな大丈夫？排熱開始。勝手に未来を決めないでちょうだい。だんだんまとまってきたじゃない。これが団結力だ。カルダ大
だんだん調子が上がってきたわ。この調子で頼むぞ。誰だ。今だ。まだまだこれからよ。エアスラッシュ。今だ。バックスラッシュ。ヒールが追いつかない。これならヒールラウンド。重心が熱くなってきたわね。これでどう。ラウンド。騒いできた。だんだん調子が上がってきたわ。この調子で頼むぞ。カルダ。オッケー。エンジン。気持ちが伝わってきたよ。言うじゃない、シルク。いや、ごめんね。
だぞ。おい、あそこ、あそこから入れるんじゃねえか。見たところ鬼神兵どももいないようだ。侵入にはおあつらい向きだが、急ぎましょう、ダンバーさん。うん、だが油断はするなよ。奴らが潜んでいないとも限らん。待ってたぜ。ムムカ、お前らのことだ。ここを通るんじゃねえかってね。本気なのか。本気で俺たちホームスを。ホームスなんて関係ねえよ。俺は今最高に充実しているんだぜ。だってそうだろう、今しモナド使いを切り刻めるんだからな。アゴのおっさん、随分と自信があるんだな。俺たちを相手にあんた一人で戦えるってか。ああ、バカが、そこまでうぬぼれちゃいねえよ。この音は。汚ねえぞ。さてと、モナドの小僧、切れるか、切れるのか、俺たちが。誰が乗ってるのかな、この中には。お前たちの親父か、おふくろか、もしかしたら恋人だったりしてな。お、どうやら該当者一名ってか。クリスは面白くなってきやがった。今のはザンザの時と同じ。カルナ、危ない。クリスは面白くなってきやがった。シュルク、みんな、あの緑の爪に気をつけて。他の鬼神兵の槍にも。あの武器には何か秘密がある。よく気づいたな、小僧。そうよ、この武器は特別よ。お前たちホームス、いや巨神界の生物を腐らせるために作られたんだからな。なんだって。難しいことはよくわからねえんだがよ。ほれ、そこのエーテルの流れ。エーテル流ってのは巨神のいわば血液さね。その血液を絞り取ってるのさ、この要塞ではな。絞り取った血液から作られるのがこの緑の液体ってわけさ。お前たちはそんなことを。どうだ、生かすだろ。こっちは俺にぴったりの世界だぜ、ダンバン。産むか、貴様は。無駄話はここまでだぜ、英雄さんよ。腐っていきな、この思い出の大地でよ。Yeah!
頑張らないとね。やってやるさ。この雰囲気を忘れるな。絶対忘れないわ、ダンバ。死にゆえと言いやがる。ダンバやつだ。いけ。相手の方が死んだ。いや。ジップ。いや。天下もそうだ。シャドウアイ。は。相手の方が死にゆえと言いやがる。焦る時にとどめを刺さないでどうする。忘れてなんかいません。フィオルンのことも陛下のこともこいつは憎い仇だ。でもシルク、でも顔つきはただの騎士兵じゃない。僕らと同じ人なんです。ダンバーさんは平気で人を殺せるんですか。ああ必要とあらばな。ピオルンと戦うことになってもですか。僕は旅に出た時全ての騎士兵を倒してやる、そう思ってました。でも騎士兵には人が乗っていることもあると分かった。僕は知りたいんです。なぜこんなことになったのか。なぜ巨神界と騎士界が戦うことになったのか。それを確かめたい。それがお前の戦いか。ダンバンさん、やつを許すことなどできん。だがお前の言葉重かったよ。ここに響いた。今はフィオルンを助けよう。後のことはそれからだ。はい。そういうわけだムムカ。今はお前の相手なんざしてる暇はないんだよ。てめえはいつもこの俺を
生き上がれ。愚かすぎだぜ、お前は。意外と役に立たないのね、ビジョンって。陛下を守れなかったこと、それは流れの枠のうちだったからさ。シルクのせいじゃない。ふん、肩持つのね。で、何か分かった？ゾクゾクしてくるわ、この槍。この緑の液体は、私たち巨神界の生命を構成するエーテル構造を変質・破壊する効果があるようね。おそらくは巨神の血液から採集したエーテルエネルギーに手を加えたんでしょうね。体験の警告を流れるあのエーテル流はそれか。他にもまだありそうだけど、今のところは何とも言えないわね。対抗策は？抗体を作ることはたやすいわ。まあ間に合うでしょうね。そう、それはよかった。ねえ、あいつなんで呼んだのよ。私あいつ嫌いなんだけど。年長者は敬わないと。僕らより彼との付き合いは長いんだからさ。邪魔者はいなくなったな。あとは乗り込むだけだ。あの中にはフィオルンが、黄金の騎士兵と。何か見たのか？いえ。見たんだな。はい。白銀の騎士兵が、フィオルンが確かに要塞の中にいました。そうか、それがはっきりしたのはありがたい。フィオルンはあの中にいる。ビジョンの通りにしてたまるものか。必ず助け出してみせる。Thank you.
この調子なら大丈夫だな。他もそうだ。ところが攻撃を集中させて。ああ、分かった。鉄鋼だ。しまった。ここだ。ダマさん、おう、疾風陣打ち込め。カルナ、次の私は今度は僕の番だ。もっとだよ。おう、昔の感覚が戻ってきた。英雄復活かしら、ダンバ。いい動きだったぞ。頼りにしてるわ。昔の感覚が戻ってきたか。ダンバー、これがいたか。ダンバーさん、すごい。私も頑張らないとね。始めるよ、スリットエッジ。ダンバーさん、おう、疾風陣打ち込め。カルナ、オッケー、ナイス。昔を思い出すな。トーマイジン、どうだ。シュルク、最高の攻撃だな。私も頑張らないとね。やってやるさ、今だ。影響いっけ。みんなの力を一つに。それでいいのか。シュルク、騒いできた。疾風陣サンダーバレット。油断は禁物だな。ごめん、また今だ。相手やりそうだ。ダンバーさん、やめ。じゃあ俺が抑える。ここだ。ダンバーさん、お願いします。また打ち込め。カルナ、次は私の。完璧よ。昔を思い出すな。やってやるさ。貫け、バーチカルバット。当たれ。貫け、スリット
相手だけど気を抜かないで。オーケー、さあそこ片付けましょう。小さき者といえども全力で戦う。やっすら、今ならやれそうだ。そこでバックスラッシュ。みんなの気持ちが伝わってきたよ。言うじゃろ、重心が熱くなってきたわね。どうだシルク、何も持ちできない。私も続こう。やってやるさ。エーテルは見せてやろうよ。心が騒いできた。当たれ、今ならやれそうだ。今だ、フェイン、助け合う心、それが私たちの強さだ。僕心が騒いできた。いや、あと少し、ごめんね。バーケンゴルド、今ならやれそうだ。そこが急所か。メリア、すごい。私も頑張らなきゃ。始めるよ。任せたよ、メリア。心得た、頼むぞ。カルナ、決めるわ。オーケー、完璧よ。チトやりすぎたか。ここから入れそうだな。いよいよ要塞に乗り込むのね。奴らに見つかると面倒だ、急ごう。ああ、you